こんばんは。こんばんは。銀座元地インスタライブ男の着物の佐々木でございます。女性の店舗中井でございます。10月入ってきてちょっとやっぱ涼しくなってきましたね。そうですね。今日も1日雨が降ってましたけれどもね。10月から、全国的に GoTo トラベルキャンペーンで東京も、入りましたんでですね、ここのとこ、はい、お店の方にも、大阪のお客様とかですね、北海道のお客様とかも、お立ち寄りいただけるようになってきました、はい、いかがですか？そうですよ ね、なんかありがたいですよ ね。せっかく東京の方にお出かけいただいた際には元地にも寄っていただきたいかなと、はい、ぜひ、はい、思いましてですね、今回は GoTo 銀座、元地に来ていただきたいキャンペーンを、はい、今日からスタートいたしました、はい。週替わりでですね、お得なお品を、女性の店舗男の着物でご用意して、参りますので、まずはでは女性の着物については中井さんお願いいたします。はい、かしこまりました。では女性の、お品をご紹介してまいりたいと思います。まずですね、キャンペーンのお品といたしましては、生つむぎの名古屋帯をご用意しております。着用時期に関しましては、だいたい真冬以外の3シーズンでお召しいただけるものになります。こちら今、1番から4番まで、かけてございますが、こちらまず1番の方から順番に、移していきたいと思いますが、こちらの方も今回キャンペーンで、20% オフになりますので、お仕立て代込みで118,400円になります。続きまして2番目の帯でございますね。こちらもサラサ柄でございます。こちらもキャンペーン価格のお仕立て代込みで158,400円でございます。続きまして3番目のこちらの生つむぎも、サラサ柄で、お仕立て代込みキャンペーン価格が118,400円でございます。でお隣の4番目でございますね。こちらの方が、先ほどの1番目の帯 と、お柄が一緒なんですが、色がちょっと違ってまいりますね。雰囲気が変わりますが、こちらの方も、キャンペーン価格お仕立て代込みで118,400円となっております。続きましてお隣の方が3体ラダーの方にですね、季節ごとのコーディネートをさせていただいておりますが、まず一番、右手の、5番目なんですけれども、こちら綺麗な紬と合わせておりますが、真冬以外の合わせの時期にお召しいただけるコーディネートになっております。こちらも、サラサの生紬の帯でございます。こちらがお仕立て代込みの118,400円でございます。続きまして真ん中のコーディネートなんですが、お一重の時期にお召しいただけるコーディネートとなっておりまして、お着物は綿なんですけれども、そちらに、生紬のサラサ柄の帯でございます。帯の方が、お仕立て代込みの118,400円でございます。最後ですね、7番目のコーディネートが夏にお召しいただけるコーディネートで、とても爽やかなですが、こちらは夏大島に御所時の模様の生紬の帯を合わせました。こちらの帯がですね、お仕立て代込みでキャンペーン価格144,000円となっております。女性のキャンペーンとしましては、今日から16日の金曜日まで開催しておりますので、よろしくお願いいたします。では男性のコーディネート参りましょうかね。佐々木さん、よろしくお願いいたします。はい、ではたすきを受け取りまして、これから男の着物をご紹介させていただきます。昨日 DM をですね、ご郵送させていただきましたので、男の着物では羽織ひも展をですね、15日から31日まで行います。それにちなんでですね、今回は、羽織でバッチリ向くひげ紬5色5単、5色用意しております。こちらはですね、昨年10月号の雑誌ウオモでですね、ファッション PR ディレクターの中室大輔さんがですね、気に入った反物があったら買っておいた方がいいと
このひげつむぎが欲しいとご紹介くださっております。この布から出たですね、糸のひげの雰囲気がですね、実際にお仕立てしますと本当にこう味わいがあって羽織にバッチリ、素敵だと思います。裏地仕立て代税金込みで、16万8000円でございますが、これを2割引き羽織仕立てにいたしますと12万8240円になります。本当にこういうチャンス、逃さず手に入れていただけたらと思います。それから男は裏まさりでございます。羽織の裏地こだわっていただきたいんでございます。先ほどの紫のひげつむぎなんかにはこの紫で絞りで表現した琵琶でございます。とっても上品でですね、羽織を絵文掛けに吊るした時に一幅の額のように、なるので大変かっこいいと思います。こちら14万8000円でございますが2割引きで11万8400円です。もし羽織を作られる時には、裏地代がもともと入っておりますのでプラスで9万9040円を頂戴できればと思います。それからこちらがですね、象と牛、来年へと牛年の方にはこういった額裏もいかがでしょうか。おおらかな象と一緒に男らしい、羽織になるのではないかと思っておすすめでございます。もう一枚、やはり能の借境という、舞台を表現した、手書きのものでございます。こちらは勇壮な、獅子舞はですね、外国人の方々なんかにもよく表現、回れる、舞台でございまして、こういったのを男の裏まさりということで羽織の中に、背負っていただけたらとそういうふうに思っております。最後になりますが羽織紐祭りもご紹介させてください。元地市場これまでにないと思われるほど量が入っております。一つ目はあてなりさんがですね、ほうのきに漆で、細工してくださいましたこちらの羽織紐ですとか、結構人気が高いのはこのマグネットタイプですね。こちらは6600円、大変お手頃でございます。各種用意しております。また、琥珀で作った羽織紐、こちらにはよりぶさや、ふさなしの羽織紐も本当に、色とりどり揃えております。ネクタイを変えるように男性の、画料転生一つこちらを変えていただくと着姿がビシッと決まってくると思いますので、羽織紐祭りぜひお楽しみいただければと思います。駆け足で、やってまいりましたが GoTo 銀座キャンペーンご理解いただけましたでしょうかね。私どものホームページオンラインショップでも、GoTo 銀座キャンペーンを、ご紹介しております。数週間にかけてですね、週替わりで、特別期間限定 20% オフお得なお品を、男女取り揃えておりますので、ぜひこの機会に銀座元地へお立ち寄りください。はい、詳しいことはこちら。はい、何かご不明な点ございましたらお気軽にお問い合わせいただけたらと思いますのでよろしくお願いいたします。またオンラインショップで、そのままご来店なしでもお求めいただけたり、お手元にお送りして、実際のものをお確かめいただくことも可能でございます。ぜひこの GoTo 銀座元地キャンペーンを、お楽しみご利用いただけたらと思います。高井さん、あっという間でしたね。ようやくコンビできましたね。できましたでしょうか。短い時間でございましたが、はい、お付き合いありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたします。失礼いたします。